こんまのです。こんちょっと待ってね、告知ね、告知をするんですけど、こんまのです。ちょっと待って、あ、これできない、ちょっと、なるほどね。はい、こんまのです。始めます。配信夜なのでこん始まったのね。はい、こんマナです。暑い、今日暑い、暑くない？今日暑い日、ずっと家にいるんだけど、暑いですか今日って。家の中暑いんだけど、すごい。コンマナです。コンマナですしか言えない。はい、今日は毎回開始配信です。1週間ぶりだね、いつものごとく金曜日です。よし、お酒を飲みたいと思うもん。本日、今日ね、ずっとね、飲みたかったんだよね、これ。お酒楽しみなんだけど、めっちゃ楽しみしてる。これ見てください、こちらです。これ本来はね、あの6月お休みしてしまった回で飲みたかったお酒として、お酒レパートリーとしてね、あったんですけど、これ雨、これ焼酎です。本格焼酎です。めっちゃこれ楽しみ。めっちゃさ、これあれ、自分すごい見た目に惹かれて買ったんですよね。雨で、なんか雨だからさ、すごい梅雨らしいさを感じて、梅雨に飲みたいなと思って、6月に飲もうと思ってたんだけどね、ちょっとこのお酒は延期しまして、お休みしちゃったので、今飲みます。昨日とかちょっと一瞬雨降ってたし、もうこれしばらくさ、ずっと置いといてたからね。まあ焼酎は飲めるよね。これ雨、これなんて読むんだろうな、漢字が難しくて読めない。これ読み方なんて言うんだろう、ちゃんと調べてないんですけど、晴れなんとか雨なったらの雨っていう焼酎です。これ多分ね、限定というかナンバリングされているお酒で、ここにこれ700個製造したのかな、700のうちの自分は04040番です。そう、これがいいなと思って、なかなかレアなんじゃないこれかなと思って買ったんですけど、これすごい楽しみ、ずっと飲みたかったので、みんなに感想を伝えよう。これいつ買ったんだっけ、結構前に買ったんだよね。それでずっとこれは飲むなら梅雨だなと思って、待って、これいつ買ったんだろう、なんか買った時も写真撮ったんだよな、いつだかな、ちょっと待って、なんか今年の初めぐらいかな、確か買ったの。ちょっと今見てみよう、画像フォルダを漁って。結構前に買ったよな、今見てる。これを今日は飲みます。嬉しい。焼酎最近あんまり飲んでなかったからな。焼酎ってなんか飲み始めたらさ、結構なんか飲み始めたらすごい毎日のように飲んじゃうんですけど、焼酎とか、なんかあとボトルで買うことがほぼじゃん、焼酎って。で量も多いから、なんか焼酎は、しかも自分はあんまり割って飲まずストレートで飲むことが多いんで、なんか飲む期間的にもね、連日連続して飲んじゃう感じがするね。
どこだろう、いつ買ったの、本当に。なんか写真撮ったんだよな。まあいいや。はい。トモコン。ハローサボテンダーコン。ミハルコン。ウリコン。タケコン。サクライコン。バイコン。ドジマコン。カインコン。ヒカギサトコン。あ、読みは成功うどく。成功うどくっていうのはどういう意味なのか全くわかんない。造語？造語ですか？成功うどく。すごい名前だ。じゃあ飲むか。開けていくか。あった、待って待って。これ、あった。なんか説明みたいなのか。これはね、紫芋、あや紫っていう、多分紫芋を使用していて、で、清酒用の、なんて言うんだこれ、清酒用のなんたら、黄色の清酒用のなんたらで仕込み、なんて言うんだろう、なんたらで仕込み、ブランデーの醤で蒸留した珍しい芋焼酎らしいです。これ飴、珍しい色らしいよ。ブランデーの醤で蒸留したんだって。すごいね。不思議だ。これは、成功うどくの日清香シリーズ第3弾の飴らしいです。あ、あや紫って読むらしいね。今回の芋、使われている芋焼酎のこの芋はあや紫。あや紫って芋あんま聞いたことないな。芋に自分は結構か、芋ね、結構いろいろ知ってきたつもりなんですけどね、芋については勉強して。あや紫って聞いたことない。聞いたことあんのかな、あんのかな。あんまりでも使われない、食べない芋。これはね、やっぱり生産の本数はたったの700本です。新たな焼酎の可能性を感じてみてくださいって書いてある。すごい。サタコーナージ商店ならではの間接加熱で蒸留した一品らしい。このイラスト、パッケージもめっちゃいいよね。パッケージングがいいです。開けます。長いコン。なんかこのグラスがめっちゃいい音する。聞こえる？これ、この音聞こえる？グラスめっちゃいい音してない？グラスじゃない、ボトル。ボトルがなんかいいボトルなんじゃない？これ、ストレートから飲んでみたいと思います。開ける。めっちゃいい音するよね。この形いいよね、形。このボトルの形いいよね。はい。じゃあ、割とついちゃった。じゃあ乗る前か。乾杯。乾杯。飲みます。香りめっちゃいいよ、香りをね。いい匂い。めっちゃいい匂いする。どうしよう。いい香りすぎる。焼酎でこんないい香りあるのってぐらいいい香りする、これ。自分が嗅いできた焼酎の中で一番いい香りする、これ。なんかね、全然焼酎っぽくない。なんかさっきブランデーの手法でさ、作ってるって言ってたけどさ、ほんとなんか焼酎じゃない感じのテンション感の香りがする。これほんとに焼酎なの？香り、
めっちゃ本当にいい、強い。なんかこの辺でも感じられる。香りすごい。じゃあ飲みます。味も美味しい。芋感じるな。さつまいも。さつまいも感じるつつ、なんかめっちゃおしゃれな味わいなんだけど。香り自体なんかすごいおしゃれ。で、いい香りするんだけど。これはね、アルコール度数30度です。あ、なんか甘いかも。結構、後味。チェイサー用意してる、用意してないです。用意してないです。でもこの後ロックでも飲もうかなって。美味しい。めちゃめちゃ美味しい。これでもさ、製造が700限定なので、なかなかいいお酒だと思うんですけど、このお酒ちょっと高かった。ちょっと高くて、他のいつも飲んでる、のり巻会社で飲んでるお酒よりちょっと高めのを選んでこれ買ったんだけど、これはいいお酒だな。美味しい。この絵がいいよね。これが松田聖心さんの絵みたいです。作品みたいです。後ろのこの絵、なんかこういう絵とか美術の作品をパッケージにするってなかなかないから、それもなんか不思議な感じしていいよね。しかもボトルがさ、なんかちょっと横広な感じで、こういう形のお酒もよくあるけど、それでここになんか大きく絵を載せるっていうのがすごくなんかアート的に、作品的になんかいいなって思いました。これなんか家に飾りたい感じのぐらいの良さがある。なんか書いてある。炉の上にも埴輪風の小屋も住む人の心にこそは高き屋敷。わかんない。なんか俳句みたいなの書いてあった。立派な屋敷に住んでいても、あ、意味も書いてある。立派な屋敷に住んでいても、粗末な小屋に住んでいようとも、そんなことで人物の価値を判断できない。そりゃそう。そりゃそうだかも。心のあり方によってこそ、進化が決まるのである。らしいです。心のあり方によってこそ進化が決まるんだ。そうだよ。立派な屋敷に住んでてもね、粗末な小屋に住んでるとも関係ないってことだね。自分のこの、襖ボロボロの部屋にいても、自分のことを、自分の、ね、自分をね、なんか判断しないようにってことでね。勝手な、わかんない。でもなんかね、わかんない。むずい。結構この背景見て引く人引くもんね、きっと。引かれたこと多分何度もあると思うんですけど、なんか。一回ツイッターでさ、この部屋の襖について初めて見たとき、引いたか引かないかみたいなアンケート取ったら、引いてる方が多かったんで、引いてるのかもしれない。引かれてるかもです。落ち着きがあっていい部屋ですけどね。いい部屋なんですけどね。ジョルノ・ジョバーナ・コン。ラッキー・コン。酒飲んでるとき、一気強要してくるやつ、ムカつく？一気強要ってどういうこと？ムカつくのかな？ムカつかないかも。自分、ふーんって言って、見てる。自分には関係ないって思うかも。ムカつくとかどうより、
自分はもう関わらない。グレタコーン、へえ、 C の T シャツがいい味だっちゅ。 C の T シャツ、あ、 C 言語ね、 C 言語の T シャツの C、 いい味出してるでしょ。なんか見せるために飾ったわけじゃないんですけど、飾った、そこにかけてるわけじゃないですけど、ただそこにあった、ただそこにあったものしかない家の中です。え、この焼酎めっちゃ美味しい、みんなにも飲ませてあげたいくらい美味しい。え、だいぶ美味しいな、飲みやすさもすご。え、これはね、なんか風味的には女性男性どちらもから好かれる味をしてる。美味しい、女性も男性も絶対好き、この焼酎。なんか優しすぎず強すぎずっていういいバランス感なんだよね。でも味はちゃんとしっかりしてて、そこの強みは絶対的に芯としてあるんだけど、これでもストレートで飲むのが一番美味しいんじゃない。でロックで飲みますね。次こっち氷1個だけ入れました。これすぐ飲み終わっちゃう感じかもしれない、あんまりすぐ飲み終わりたくないんだけど、あんまりすぐ飲みたくないけどね。美味しいとても美味しいです、とってもうまい。ちょっと溶けかけ、うん、めっちゃ夏にいいかも。爽やか、さっぱり、さっぱりもしてるんだよね。でもなんか味のシーンがあるっていうか、強さもちゃんとあるから、いい焼酎これ。本当にまだあるのかな、おすすめです。ロックで飲んだらめっちゃ夏の暑い日にちょうどいいし、絶対今いい感じ、いい感じ、おいしい。最近みんなはどうしてますか？自分髪の毛さ、意外と毎回なんかインスタ配信するたびに髪の毛色落ちしてきたとか髪の毛の話すること多いんですけど、いまだ割と暗髪を保っているねって今まだね思っています。今回は色落ち遅めだよね、自分もう黒髪なんじゃないかって思うぐらい、まあ、ちょっと外に出るとちゃんとなんか染めてる髪色なんだってわかるんだけど、暗いです、色が。髪、この夏は黒い、暗髪で過ごそうかな。黒髪じゃないからね、でも暗い髪の暗髪ですね、暗髪で過ごそうかな。なんかね、夏だから明るい色にする人多いかもしれないけど、逆にねちょっと髪色落ち着かせてたいよね、夏。今のところそんな気分ですけど、自分としては。この焼酎めっちゃ美味しいの、美味しい。今まで飲んだ焼酎の中一番好きかもしれない。雨っていう名前がまずいいよね、というか雨っていう名前がついてるからか先入観なのか分かんないけど、なんか雨のようなイメージをかきたてられる、飲んでて、うん、雨感ある。これは強いの飲んでたら最適やったかも、いいかも。夏もいいですよ、え、めちゃ美味しい。どうしよう、最近本当に毎日お酒飲んじゃうからお酒止まらなくなってなっているな、最近。最近なんか、ね、そういう時、そういう期間あるよね、そういう一定期間ちょっと落ち着いてる時もあるんですけど、自分落ち着いてない時は落ち着いてない。うまい、アリゼンマルコーン T シャツ買おう、こうだよ。その T シャツをこうで決めたからライブ行くの楽しみ。こうで気になる、ちょっと見して、自分に見せてください。昨日のインスタどうだった？インスタライブ配信してました、昨日深夜に。
唐突に。途中で充電切れちゃって、充電したつもりだったけどね、なんかちゃんとコード、たまにコード反応しないみたいなコードでもう使いすぎて充電されてなくて、普通に充電切れて配信終わってました。いい感じ、最近もいい感じですね。爪色も塗ったし、トップコート塗ろうかな。トップコートでも今塗ったらお酒の香りが、トップコートみたいなのもさ、なんかこれもアルコールの香りだよね多分。これ塗ろう。アルコールだよね。アルコールっていろんなところに使われてるのかな。お酒のアルコール、お酒のアルコールってアルコールだよね。アルコールっていろんなところに使われてんだ。いろんなところにアルコールが、除菌のアルコールもアルコールだし、アルコールね、アルコール好きだよな。アルコール好きです。お酒のあのスピリタスとか、ほぼ90何パーとかのアルコール度数なんで、あれはもう消毒用アルコールとあんま変わんないんじゃないですか。そうだよね、きっと。アルコールってだからお酒以外にも日常的に潜んでるものなんだ。アルコールって何があるんだろう他に。でも爪の色を剥がすやつもあれアルコールだよね。そういやスピリタス飲み切ったよ。スピリタス飲み切るのさ、本当にあれば大変だよ。飲み切ってない。でもあの冷凍庫に今入れてて、だからね、トロトロになっちゃうかもしれない。スピリタス飲み切ってない。飲む機会がもうないもん。割って飲んだらいいのかもしれないけども、配信のために初めて飲みたくて飲んでみたけど、スピリタスはもう頑張って一生かけて飲み切るしかないかも。タイミングを見て飲みます。ちびちび飲んでいこうと思います。一本でも飲み終えスピリタスを飲み終えるっていうこともなんかしてみたいよね。ちゃんと飲み切るまでがなんかね、スピリタスってお酒とちゃんと向き合った証拠みたいな、ちゃんとね飲み切りたい気持ちはある。お酒って賞味期限ほぼないかな。スピリタスとかないよね多分。いつまででも飲んでいい？いいやつ？お酒と賞味期限の関係あんまりよくちゃんと理解してないんだけど、チューハイとかはなんか書いてあるけどさ、でも期限過ぎても全然飲むし、飲んで平気だと思ってるんだけど、お酒の消費期限って実際どうなの？濡れた。濡れました。空気に触れると良くない？あ、そうだよね。大体そうかも。確かに、未開封のままだったらいいけど、一回開封したらすぐ飲み切らなきゃいけないって、それ基本か。じゃあそうかも。じゃあスピリタスもう飲めないのかな？でも冷凍庫入れてるから意外といけたりしない？焼酎とかはさ、結構保管しやすいよね。保存しやすいというか、すぐ飲まなくていい。飲みきんなくてもいいよね。割とちょっと味変わったりもするけど。ワインはすぐ飲みきらなきゃダメっぽいけど、なんか酸味強くなっちゃうみたいな。みんな大体そうやって、早く飲むのが一番いいんだ。早く飲んだ方がいいんだね。じゃあ基本は大体開けたら甘くなくて炭酸ないやつは結構持つっていう感覚。ああそうなんだ。焼酎とか持つよねって思うけど、思うんですけど、これ美味しい。みんなもお酒飲んでますか？どうですか今の時間。みんな何時から飲み始めるんだろう。
日によって違う。自分はこの乗り毎回初配信するときはこのに配信が21時からってあるから、だいたい決めてるから21時から飲酒し始めるんですけど、その後もさ、やっぱ飲酒し始めたらさ、飲酒しかできなくなっちゃうから、その後も飲むじゃん。でも普段飲酒配信とかなんかそういう時ない時って結構深夜から飲むことが多いので、時間的には自分配信の時すごい早い時間飲んでるんだよね。今日もすごい早い何回飲んでるんで、この後普通にお酒気分になっちゃうんですよ。一口もお酒飲んだら。だけどもお酒を飲みながらの仕事もまあまあはかどるんで、自分的にはなんか作業もしたりするけど、しますけど、あんまなんかもったいないな、美味しくて減っていくの、美味しいから飲んじゃうんですけど、うん、美味しい。セイコーウドクの別のバージョンのある、あ、へえ、別バージョンあるんだ。気になる、それも。セイコーウドクっていう会社なのかな、ここの製造している。他のお酒も気になる。そうだね。5分経つの遅かった？ 5 分？5分？何の5分？ 5 分経つの遅かったのかな？ああ、美味しい。おすすめです。はい、今日話すことわからないな。何話したらいいんだろうな。動画の5分？動画の5分？動画の5分ってなんだ？5分たちの遅かった動画の5分、なんか動画あげたっけ何の動画だっけ、動画の5分、わからない。ふんふんふん、お礼の、あ、コレクションズのやつですね。あー、そ、あ、そう、5分動画撮りました。感覚が全然違って遅く感じましたね。感覚は全然わかんなくて、5分は5分経つの遅かった、なんか遅かった。そう、遅くないときは遅くないんだけど、なんか時間の感じ方ってその都度変わるよね。なんかいろんな瞬間瞬間がありますけど、人生の中でほんと時間の感じ方その時々によって違うからね、なんとも言えない、なんとも言えない感覚。そう、今日もこのなんかインスタ配信してる時も早く感じる時もあるし、まだこんぐらいしか経ってないんだと思う時もあるし、なんかその時の何気分、心の持ちようなのですか。あとなんか話すことがあるかないかとか、テンションが上がってるか上がってないかとか、そういう違いとかもあるかもしれないけど、でも別になんかテンション毎回低い感じではないけどね。テンション上がるときはでもテンションちょっと上がってるかもしれない。お酒飲んでるのもあるし、やはりそういうちょっとした違いはあるのかも。でも過去の配信見返したこと一回もないからさ、ちょっと見返したくないな、それは。自分で自分の配信見返したくないよ。飲酒配信これまでもう今回第50やめらしいんだよね。54やめってもう結構やってるから、だいぶやってるよね。54やめです。54回目の飲酒らしい。飲酒配信でお酒を紹介するの、毎回別のお酒紹介してるのもなかなかいろんなお酒飲んできてよかったなって思うけど、
ニパの通販の暗号誰か解けたのか気になる。あ、多分解けた人一人いた気がします。いたように思います。もう30分経ったんだ。でも今日は、今日なんか早くもないし遅くもない、なんか普通の通常運転、通常運転、平常運転、平常でした。楽しく美味しいお酒が飲めたから満足、とっても嬉しい。うんですね。この後はズーム晩酌会あるので、ぜひ1対1でのお酒飲みもあります。止まらなくなったよね。ほんと止まらなくなったよ。お酒は美味しいから。これじゃあ焼酎意外とね好きなんだよね。日本酒より焼酎派だと思います。焼酎って言ったらなんかおっさんって思われちゃうのかわからないけど、知らないけど、そんなことない？焼酎好きですね。でも夏のお酒ってなんだろう、まあ、来月も夏のお酒をちょっとレパートリーとして入れて飲みたいと思っているんですけど 思っております。はい。うまい、美味しい、美味しいお酒知れてよかった。本当にこの焼酎一番好きだと思います、焼酎の中で。でももうなんかこれ新たに製造とかないやタイプのやつだよね。700個限定だったので40番のなかなかいい番号でしょ。へえ、これをじゃあ大切に飲みたいと思います。この残りこのぐらいの飴大事に飲もう。美味しかった。みんなと共有できてよかった。この初めてこの美味しい焼酎を飲む時間を、美味しかったので今日はすごいいい回でした はい、落ち着いたテンションで今日は配信してましたけど、あ、調べたら Amazon とか楽天でもまだ在庫あるっぽいよ。後でポチります。あ、ぜひ飲んで。めちゃめちゃ飲みやすい。なんかね、その製造方法がさっきブランデーのって、焼酎じゃなくてブランデーの製造方法でなんか作られてるっていう手法で、ブランデーの手法でさ蒸留したってかなり特殊な焼酎だと思うから珍しいよね。あとちゃんとしっかり芋焼酎なので芋も感じられて、でもね、なんか芋を感じようと思えば芋を感じるんだけど、別になんか普通に飲んでる感じはすごい芋が強すぎるので、なんかその後味がちょっと芋の甘さあるかなぐらいで、それもなんかすごいおしゃれでいいんだよね。おしゃれなねえ、なんか焼酎って感じ。飲み心地、飲む感じいい。すごいいいし、この結構このなんかおしゃれなこの焼酎を優雅に飲みたいなみたいな、優雅にお酒飲みたいなって気持ちの時に、夜にタイミングとかすごいね、進んじゃうお酒だと思うので、これはめちゃめちゃ好きなお酒、いい、美味しい酒認定、めっちゃおすすめ。買えたらみんなぜひ飲んでみてください、焼酎。これ飴試してみたい方。それじゃあこのぐらいで今日の配信終わります。もう30分経って超えてたので、みんな見てくれてありがとう。今週もおすすめです。またね。あっという間だったかも。割と30分ね、時間経つの遅いって感じる時もあるけど、普通に終わる時はね、なんか寂しく感じてしまう。終わり方ね、いつも難しいんですけど。じゃあまたね。バイバイ。